はい、前回までに赤血球に関しての話をしたよね赤血球っていうのは確かどんな働きをしていたか確か酸素を運ぶっていう働きをしていたと思うんだよ。今日はそれの続きでその前にちょっと赤血球のねその働きをちょっとだけ復習してみようかはい見てください。 赤血球っていうのはこんな形でくぼんだ形をしていたと思うんだけどこれを含むとより多くの酸素を血液は含むことができたそれはどうしてかっていうとこの中にはヘモグロビンというまあ言ったらまあまあ赤血球特有なタンパク質を含んでいてこれが酸素とより多くくくっつくことによって酸素ヘモグロビンって形になるからこそ多くの血,液あ血液は多くの酸素を取り込むことができたんだよね。そうするるととこれれが全身に送られてくると これが元に戻ることによって外れた酸素が組織に供給されるこんなことがあったとだけどね、よく考えてみてよ肺でね、酸素ヘモグロビンになりましたそれが全身に送られて、ね、全身に送られてたよ都合よく元に戻って酸素が組織に供給されてるんでしょ都合良すぎるよね、でしょつまり今日は組織に酸素ヘモグロビンが行ったときに ヘモグロビンのどんな特性によって酸素ヘモグロビンが元に戻りその酸素が供給されるのかね、そういう話をちょっと、ね、知っていければいいなというふうに思っていますはい、ね、肺でできた酸素ヘモグロビンが血流を通って組織の方にこう回っていくと組織ではその酸素ヘモグロビンが酸素とヘモグロビンに 戻ることによって、その酸素が組織に供給される。そんな話をしたと思うんだけど、どうして？それがそんな都合よくね。行くのかっていう話をこれからします。だけど、その前にみんなにそれを理解する上で絶対ちょっとね。避けては通れない。ちょっとね。覚えてもらいたい。グラフっていうのがあるので、それをちょっと説明してからその話に繋がるようにしていきたいなと思います。じゃあ見てください。ですか？酸素解離曲線ってやつですね。まあ渋い名前だよね。 うん、でも大丈夫だよ酸素かり曲線っていうのは何かっていうとこちらに酸素分圧っていうのがあって、ね、縦軸には酸素ヘモグロビンの割合っていうのがあってその曲線がまあこれなんだけれどもこれ何かっていうと簡単に言うとね酸素分圧っていうのはまあ簡単に酸素の量なんだよ。酸酸素素ののの量に応じて全てヘヘモモググロロビビンン中でが どれぐらいの割合を占めるようになりますかっていうデータをただグラフ化してそのグラフっていうグラフっていうのを線でこうねまあやったものなんだけど単純に言うとねこんな感じになっているってことは酸素の量が多くなればなるほど全部のヘモグロビンに対する酸素ヘモグロビンの割合はだん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 高くなってるっていうのが分かるよね。 だからこのグラフからみんなはまず理解してほしいことはまず何かっていうと酸素の濃度酸素の量が多くなってくると酸素ヘモグロビンの割合はどん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 多くなってくるんだなっていうようなそういう性質をヘモグロビンはまず持ってるってことを頭に入れておいてほしいの。いいよよねね大丈夫だよ、ね、でさっきの話を理解する上でこの酸素と酸素ヘモグロビンの割合だけでは実は理解ができなくってもう一個みんなにね このヘモグロビンに対する効果で覚えてもらいたい期待があるっそれが何かって言うと、じゃ、それは二酸化炭素なんだよね。うん、そうすると、じゃあ二酸化炭素って。じゃあ、その酸素とヘモグロビンの結合に対してどんな効果があるかっていう話をさせてもらうと、ちょっと前回の思い出して欲しいから見てください。ですか。これだヘモグロビンと酸素は肺において結合して酸素ヘモグロビンになるね。まあ、これはいいと思うんだけど、ここに二酸化炭素が入ってくると実はね。 ヘモグロビンと酸素がくっつきたいよって言ってるところに二酸化炭素が入ってくるといやいやいやお前ら結合なんかしてるんじゃねえよみたいな感じで,で、ね、疎外的に働くっていうようなそういううううよなそ特徴があるんだよねだからその働きっていうものをじゃあこの酸素解離曲線に反映させるとまずみんなにこの酸素解離曲線を、まあ、があの問題とかで見たらねやってもらいたいことがあって何かっていうとこのねここに。 酸素分圧っててていいいうのをを固定ししここに線を引ほんだようん。そうするとこれぐらいの酸素分圧の時は例えば二酸化炭素が少ないあるいはない場合っていうのはこれぐらいの割合で酸素ヘモグロビンがいる。うんうんうん、いいと思うじゃあもしも二酸化炭素が少ないよっていう状況ではこれぐらいいるっていうこのグラフから読み取れるんだけどもしここにね 二酸化炭素を入れちゃったとするでしょ疎外的に働く二酸化炭素。そうするとここの数値っていうのは上がるかそれとも下がるかっていうふうに考えられたら疎外的に働くものが来たらさくっつきたいって思ってるのにくっつけないわけだよね。したら当然のことながら酸素ヘモグロビンの量は下がるわけだからここの数値っていうのはおそらく下がってくるはずだよね。そ、うん、そうするるとそのの効果のある二酸化炭素がいれば どこの酸素分圧において酸素の量においてもまあ軒並み酸素ヘモグロビンの割合はきっと下がってくるっていうのはなんとなく想像がつくと思うんだよ。そうするとその数値そのデータっていうその結果っていうものをじゃあグラフ化してみると実はこんなふうになってくる。うん、ねわかるでしょ同じ酸素分圧でも 二酸化炭素が高い分圧が高い二酸化炭素量が多い場合と少ない場合で比較してみたら多い場合はその数値が下がってどこでも常に常に下の数値になってくる、うん、そうするとこの結果をこの青いやつが、まあ、その二酸化炭素分圧が高いデータになってくるわけだけど結局元の状態に対して二酸化炭素分圧が高いとグラフが右にシフトしてくるんだ、ねまあ、こういうふうな特徴があるんだってことを覚えておいたしなるほど。 じゃあここにさらに酸素ヘモグロビンが酸素を外して組織においてその酸素を供給するっていうところにどうつながってくるかっていうとね実は例えばねここでいう組織っていうのが例えば指先だったとするでしょ指先。ね。そうすると肺で,取り込んだ肺で取り込んだ酸素が酸素ヘモグロビンとしてまあ結合してね こういういうに血流を通ってこの指先に来るとこの指先の部分ではね細胞たちが一生懸命エネルギーを作作るるるためにに呼吸してていんんだだよよねつまり二酸化炭素がすごい大量に作られてるんだよそうするとここで来た酸素ヘモグロビンっていうのは大量に放出された二酸化炭素に触れることになるわけだからもともとくっついていた状態の酸素ヘモグロビンはここの二酸化炭素によってお前らくっついてるんじゃねえみたいな感じで外されるんだよね。 そうすると酸素ヘモグロビンはヘモグロビンに戻ってしまうまあ戻りつつその外れた酸素はここの細胞に供給されてくるってことが起きるわけなるほどじゃあちょっとここまでをまとめてみるよはいですかいい二酸化炭素は酸素とヘモグロビンの結合に対してさっきも言った通り阻害的に働く、うん、いいよねこれはしっかり覚えなきゃいけないで組織では大事だよ 呼吸にさっきも言ってねここは高いよ高いので酸素ヘモグロビンが解離してしまうこれが解離してしまうでその解離したことによって生じた二酸素,酸素っていうのが細胞に供給されてくるいいよねいいだから結局ね酸素ヘモグロビンが組織に都合よくね酸素を供給できるのはヘモグロビンのいいですか ヘモグロビンの二酸化炭素分圧が高いことによって酸素とヘモグロビンの結合に対して阻害的に働くこういうことがあるから都合よく酸素はうまくこう供給されてくるってことがあるんだよね。いいかなちゃんとこの黄色の部分っていうのを理解してもらうね。それでお願いします。はいじゃあね 赤血球に含まれているヘモグロビンというタンパク質と酸素との結合さらにはその酸素とヘモグロビンの結合に対する二酸化炭素の影響みたいなものをちょっと確認していく意味で問題解いてみましょういきます。練習ね酸酸素素二酸化炭のの分圧とヘモグロビンにについいいて次の問いに答えなさい な、ね、酸素分圧における酸素ヘモグロビンの割合を表したグラフを何というかねこんなやつだったよね,ねあれ何だったかって言うと確か酸素酸素か離。り。 曲線ね、いい酸素解離曲線っていうまあグラフだったと思うんだけど、みんなにもう一回ちょっと確認してほしいのは、酸素分圧が上がってくると酸素ヘモグロビンの割合は増加傾向にあるね。まあ、単純に比例ではなかったと思うんだけど増加傾向にあるね。そういうのもちょっと確認しようじゃあ次ですか。二酸化炭素分圧が高くなってくると。 1はどのようにななるか答えなさいでここではいいですかちょっと書かせてグラフをねこんなふうにグラフがあったときに横軸が酸素分圧縦軸が酸素ヘモグロビンの割合で確かグラフ自体はさっきも言った通りこんな感じのグラフになっていたと思うんだよね。うん、で言ったでしょこうなったら必ず こういういいに酸素分圧を固定ししててほしいって僕言ったと思うんだよ。そうすると二酸化炭素分圧が高くなると仮にこれが二酸化炭素分圧が低いグラフだったとしたら二酸化炭素分圧が高くなってくると二酸化炭素は酸素とヘモグロビンの結合に対して疎外的に働くってことがあったんだからそのグラフっていうのは必ずこの数値は下がってくるってことになるよね。 そうすると仮にこの酸素分圧の時は下がるのがこういうふうな感じでここに来ますよっていうふうな感じになってきたとしたらどこでも必ずその数値は低下してくるってことがあるっていうふうに言ったと思うんだよだから実際二酸化炭素分圧が高くなってくるとグラフはこんな感じになってくるんだよね <laughs>。 っていうふうにしたとすると元のグラフから高くなることによってグラフはどうなってるかなほら右に映ってるように見えるでしょだから今回の答えは高くなるとか1酸素返離曲線はこの曲線はどのようになるかというふうに言われたらこれ答えはちょっとこっちずれちゃうけどいいですか右にシフトする、ね、移動するでもいいけどまあ右にシフトするっていうふうにちょっと書けるようにしてください はいじゃあね今日の内容をねちょっとポイントを押さえてまとめていくよ。じゃあはい見てくださいですか。酸素解離り曲線そもそもこれは何だったかっていうと。 様々な酸素分圧酸素量に対して酸素ヘモグロビンの割合がどういうふうに変化するのかっていうのをグラフ化したものが酸素り曲線だだったと思うんだよねそうすると実際に酸素か離曲線は酸素の量が多くなればなるほど酸素ヘモグロビンの割合が多くなってくるつまり増加傾向にあるっていうようなそういう結果が実は得られたよね。 ところがそれに対して二酸化炭素っていうものが入ってくると二酸化炭素はヘモグロビンと酸素の結合に対して阻害的に働くってことがあったから酸素ヘモグロビンの割合っていうものを例えば酸素分圧を固定した時に酸素の量が多い場合っていうのは常にその数値が下がってくるっていうようなことがあってそれをグラフ化するとこの青い曲線のようになったとうそうすると元の状態から酸素分圧が高くなってくるとグラフ自体はここにも書いてたけど右にシフトしてくるねまあこういうのが見られた。 で実際二酸化ごめんね酸素ヘモグロビンっていうのは二酸化炭素によって酸素とヘモグロビンの結合が切られるみたいなこういう特徴があるからこそ実は組織において酸素はまあ酸素ヘモグロビンはヘモグロビンに戻ることができてその酸素が供給される。まあそれどういうことかというとまとめると二酸化炭素は酸素とヘモグロビンの結合に対して阻害的に働くっていうことがあって同時に組織では。 ここね組織では呼吸によって二酸化炭素分圧が高いっていうことがあるからね結果的に酸素ヘモグロビンが乖離してつまりこれがこっち側に行ってでその酸素っていうのが組織に供給されてくるねこんなふうな流れがあったんだと思うんだよねしっかりあのここの黄色ね疎外的に働くっていうことと二酸化炭素分圧が高いっていうのが組織で起きてるからこれがこっちに行くんだねこれを簡単にちゃんと理解しておいてください。